イギリスの詩人、思想家、デザイナーであるウィリアム・モリスが主導したデザイン運動である。美術工芸運動とも言う。1880年代から始まった。ビクトリア朝の時代、産業革命の結果として大量生産による安価な、しかし粗悪な商品が溢れていた。モリスは、こうした状況を批判して、中世の手仕事に帰り、 生活と芸術を統一することを主張した。モリス商会を設立し、装飾された書籍やインテリア製品などを制作した。モリス商会の製品自体は、結局高価なものになってしまい、裕福な階層にしか使えなかったという批判もある。しかし、生活と芸術を一致させようとした、モリスの思想は各国にも、大きな刺激を与え、アール・ヌーボー、 ウィーン分離派、ユーゲント・シティールなど、各国の美術運動に、その影響が見られる。日本のリュウ・ムネヨシも、トルストイの近代芸術批判の影響から出発し、モリスの運動に共感を寄せ、1929年、かつてモリスが活動していた、ロンドンのケルム・スコット・ハウスを訪れた。柳の民芸運動は、日用品の中に美を見出そうとするもので、日本独自のものであるが、 アーツクラフトの影響も見られる。インテリアコーディネーターの試験にも出題されることが多い。ありがとうございます。